世界遺産、厳島神社は、トリップアドバイザーがまとめた2016年の外国人に人気の日本の観光スポットランキング第3位に輝きました。海外でも日本でも、厳島神社は行ってみたい人気の観光地となっています。2015年に宮島を訪れた観光客は1199万7千人に達し、その中で外国人観光客は102万9千人だったそうです。5年連続で過去最多を更新したと発表されました。厳島神社といえば、穏やかな瀬戸内の海に浮かぶ大鳥居が有名です。そこで、今回は知っているようで知らない大鳥居の不思議に迫ってみましょう。なぜ海上に立っているのでしょうか？わざわざ海の上に立てなくてもいいのにと思ってしまいますが、そうせざるを得ない深い理由があったのです。厳島神社が建てられるずっと前から、安芸の宮島は自然崇拝の対象であり、神が宿る御神体であると考えられていました。この由来に基づき、神聖な島の上に建物は建てられないと考え、島の全面、海の上に大鳥居を建てたのです。遠くからもよく見える鳥居の高さは、約17メートル。大鳥居の2本の主柱に使用されている木材は、樹齢500年以上で、根元の直径が10メートル以上のクスノキです。この大鳥居はどうやって立っているのでしょうか？海の中に埋められていると考えるのではないでしょうか。でも、この大鳥居の根元は海底深く埋められているわけではありません。柱の足元の海底の地盤は、松材の杭を打って強化され、その上に布石を並べ、基礎としています。主柱は、その上に置かれ、なんと、自分の重みだけで立っているのです。それなのに、台風や地震が来ても、びくともせず、動いたり、倒れたりしません。そこには、先人の知恵が発揮されているのです。大鳥居が海の上に立つことができる理由は2つあります。その1、大鳥居の一番上の、笠木、島木、一番上の横木の部分に注目するとわかります。宮島の大鳥居の場合は、笠木と島木が合わさって箱型になっており、この中に、拳大の玉石約7トンを詰めて重しにしています。7トンの重量が鳥居を押さえて、動かないようにしているわけです。その2、通常神社でよく目にする鳥居は、2本の柱で支えられていますが、この大鳥居は、主柱、袖柱合わせて安定感のある6本足構造をしています。さらに、柱と屋根の交差する部分には、特殊な作りの楔が施されて、柱と屋根の動きや歪みなどを自然に吸収するようになっています。こうして、海底に埋めなくても、倒れない安定感のある作りになっているのです。厳島神社は、593年、一木島姫の神託を受けた佐伯の蔵元によって創建されました。その後、1168年、仁安3年、平清盛により改築が行われ、現在の姿の原型となったようです。厳島神社の大鳥居は、なんと、800年も前に海の上でも倒れない構造を考え出し建てられたのです。満潮時に宮島に行ったら海の中に浮かぶ荘厳な姿が見られます。逆に干潮時に行ったら大鳥居の足元まで歩いて行き間近で眺めることができます。その際には鳥居の不思議や800年前の先人の知恵に思いを馳せながら鳥居の足元と屋根を眺めてみてはいかがでしょうか。樹齢500年以上のクスノキを使った大鳥居。今、私たちが目にしている大鳥居は、
1875年、明治8年に再建されたものですが、次の再建はいつの時代になるのでしょう。厳島神社には悠久の時の流れがあるようです。それでは最後に海外の方たちの厳島神社に対する反応をご覧ください。夜の神社と鳥居がすごく神聖な感じ。素晴らしいところだね。いつかきっと行ってみたいよ。鳥居が水の中にあるのはどうして？わざわざそう作ったの？それとも地震のせい？すごく綺麗。日本を旅したことを思い出すよ。また行きたいな。素敵な場所だよね。俺が行った時は寒かったけど、海の上に立つ赤く染められた鳥居、柱はかなりクールだった。この世界で最も美しく、マジカルな場所。建築技術と自然の美しさと宗教美と日本の文化が詰まってる。日本人、なんて美しい国をあなた方は持っているんだろう。